こんにちは、ハピマイチャンネルです。イエイ。皆さん、牛乳さしパンミニの隅っこ暮らしバージョン出たのご存知ですか？ご存知の方もいるかと思いますが、はい、今日はこちらの牛乳ひさしパンミニの隅っこ暮らしバージョンを開封していきます。なんたってね、また箱買いですよ。はい、ママが頑張ってくれました。でこんな感じでね、いろんなキャラクターが載ってるんですけども、どれも可愛くてキュンキュンしちゃいます。さえちゃんが前めちゃめちゃ隅っこ暮らしが大好きで、でその時になんとこちらね、隅っこ暮らしの牛乳ひたしパンミニを見つけたので、はい、購入していきました。なのでね、今回はちょっとしのちゃんはお疲れモードなので、はい、今回はママとさゆで2人でちょっと開封していきたいと思います。はい、はい、じゃまずはこちらラインナップですね。はい、シークレットもあります。え、シークレットなんだろう。シークレットに、うん、私はもう何色でもいいんですけど、うん、とりあえずシークレットが出てほしいんですけど、ママもシークレット狙いだな。シークレットのキャラクターが白クマがいいんですよ、うん。あとね、ママね、このチョコが欲しいかな、チョコ。あ、普通の牛乳、ノーマルの牛乳とかも可愛いかなって思う。うん、ノーマルの牛乳ちょっと見かも。猫。あ、可愛い。可愛いよね。可愛い、可愛い。じゃあ、12個あるので6個ずつ、はい、行きましょう。よし、シークレットとママはチョコ。はい、じゃあ、ママ先にちょっと1個ずつ引いてもらっていいですか？いいですけど、どうぞ先に。あの、残り物には服があるっていうので。じゃあ、行こう。じゃあ真ん中引きます。いっか。じゃあまたね、ここの上の部分をハサミでチコンと切って、はい、綺麗に開封していきます。はい、じゃあまずこれ、ママ1個目。じゃあ私は一番最初に、じゃあこれでいきましょう。はい、じゃあ切りますよ、ママが。お願いします。見ませんから、ちゃんと見ないで、こう先生堂々とね、上を使いましょう。じゃあせーのでいこう。いや、いや、一発目にシークレット出たらすごいね。すごいね。せーの、おお、シークレット出た。すみません、シークレット出ちゃいました。え、一発目に出るってシークレット、ほら、イラスト全部すごーい、かわいい、超かわいい、かわいい。そしてレインボー。さやちゃんは、はい、こちらトカゲで、これをミントかな。ミント、はい、こちらミントの香りになってます。トカゲがね、なんかこう持ってて可愛いね。え、でも一発目でシークレットすごいね。シークレット出たらすごいよねって言ったらですね。すごいね。あー、超ミント。なんかね、もうすっきりさっぱりする感じの香りです。あ、ほんとだ、すごい。あー、さっぱり。え、そっちどない。すごい甘い感じがします。すごいほのかな香りだ、可愛い。うん、可愛いね。さあ次、次、次に選ぶは、それどうしようかな。桃狙います。桃？桃、ママはないね。じゃあママはね、なになに。ママチョコ。チョコ、おお。欲しいからチョコがいいな。じゃあチョコこれ。じゃあハサミで切りますよ。私はこれです。桃はこれです。私に白クマが待っておりますので、はい、取れそうですか。言葉よ、せーの。あ、チョコ。チョコ、やったー。この子はママはペンギンで、メロンですね、これは。で、最後、これとんかつとエビフライの尻尾でチョコが出ました。こっから、よし、開けてみよう。よし、はい、こんな感じです。あ、チョコ、え、チョコ、超チョコ。はい、こんな感じで、さ、これとんかつとエビフライの尻尾なんですけど、なんかね、揚げ物してるのかな。すごい可愛い。弾力がちょっとあって、そう、弾力がすごいあっていい。もちもち、いいね、いいね。もちもちふわふわ。さあ次行こう。はい、次行こう。早いよ、ママは。次はね、何しようかな。いちご。いちご？うん。いちご？いちご。私はそのまま桃でいきます。桃でいく？いきます。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。よし、いちご。では行きます。せーの。ひょっこり、お、お、ラズベリーだ。桃だ、桃だ、すごい、シャー、すごいじゃん。やった、かわいい。なんかイラストもすごい、ほら、シンプルっていうか、かわいいね。ラズベリー出たの。うん、二人して白クマ出てるじゃん。あ、二人して白クマ、ほんとだ、お揃い、かわいい、かわいいね。はい、こんな感じです。
かわいい。ちょっとママ泣いてるけど、はい、気にしないでください。一緒に部屋に入りたいよって。はい、じゃあ次行きます。はい、かわいい、かわいい。桃で、あ、桃でしょ。甘い桃。ほんと桃のいい匂いがする。じゃあ次どれにしようかな。じゃあやっぱり次はいちご。いちご狙いで、いちご。でも私もいちご狙いでいきましょう。どっちがいちごが出るかね。あ、いいじゃん。いちご、いでよ。せーの、よいしょ。あれあれ、2人とも違った。マスカット、マスカット。あ、これノーマル出た。え、かわいい。あ、かわいい、ノーマル。あ、いい香り。あ、ノーマル、ノーマルが一番ね。ノーマル大体ね、パンの香りがするやつだよね。そう、パンの香り。やっぱりね、食パン、パンが一番いいんですよ。あ、安心するね。これこれって感じ。これこれ。でもなんかブルームって言ったら最初やっぱパンじゃない。パン、ね、あの一番最初のなんだっけ、あのでっかい、あのなんかこれ、ママが一番好き。ママが一番好きなやつ。こちらブルーでカンパーニュの匂いが、ママたちからしたらなんか元祖って感じの匂いがして、これはね、これ本当おすすめです。はい、おすすめです。はい、そしてこれもおすすめです。すごい、パンダ、パンダ出た。パンダ、パンダ、パンダ。じゃあ次残り2個。私こっちです。残り2個。いちご狙いね。私こっち、いちご。まだバナナ出てないな。コーヒー欲しいな。私コーヒー狙いで。待って、いちご狙いで勝負してるんじゃない。あ、じゃあいちご狙いでいきます。あ、待って、これなんか上きついそう。もう一回下に行って、中のパッケージ切ってたら嫌だよね。いきます。あ、切れちゃった。大丈夫。うん、まあいいよ。いくよ、せーの。はい、おお、え、これいちごだ。バナナだ。いちご、イエーイ。あ、見て、切ってる、切ってる、思いっきり切ってる。あ、やった。やばい。見ないで切るからこんなんなんだよ、お母さん。お母さん、あなたでしょ。そうです、すいません。え、かわいい。そこから匂い漏れちゃうじゃん。あ、漏れてる。あ、いい香り。バナナ、めっちゃかわいい。さあ、いちごの甘い香りを私に。いや、触り心地もやっぱり最高だ、これ。あ、勝利の香りです。甘い。ね、見て、なんて言ってもこれ、ね、白熊がね、風呂敷のね、パンをがこうできたんですけど、ペンギンがあれできないみたいな、くるくるっと青になって、かわいい、かわいい、すごいね。これ、雑草。最高。雑草、仲良し、ポジティブな草。可愛いよね。ってことは最後はコーヒーかブドウ。コーヒーかブドウ。あ、コーヒーかブドウだって。よし、ママ。コーヒー。これコーヒーでありますよね。せーの。そい。やった。ブドウ。あ、ブドウちゃんでも可愛いんです。ほら。あ、見て。見て、とんかつがね、エビフライを抱っこしながらエビフライのパンを持ってるのが。最高に可愛いです。はい、はい、こちらが最後のイラストです。可愛いね、どっちも。可愛い。で、香りも最高。本当にこれ、マジコーヒーです。みこ暮らしファンには本当たまらない、たまらない商品なんじゃない。サイズもね、すごい、もうご満足で、しかもさ、引き合ってて次何が出るかなって予想して出すのもすごい楽しいので、皆さんもぜひやってみてください。はい、そうだね。店頭でなんか、あ、どれかな、どれにしようかなって1個こう買って、お家で開けてみたら、わ、これだったって言ってね、引くのも楽しいんじゃないかと思います。はい、はい、ということで今日は、牛乳ひたしパンミニのすみっこ暮らしバージョンをママとね、2人で見てみました。なんといってもね、え、これレインボー可愛くない？なんか全員集合みたいな感じで、もうね、どれも可愛いので、皆さんもぜひ、モッシュさんに行って、すみっこ暮らしバージョンとか、あとね、他にもいろんなスクイーズがあるので、ぜひお出かけした際は行ってみてください。それではまた見てね、バイバーイ。